佐藤健さんのダイエット法を美腸活の観点からあなたにお伝えしてまいります。この動画をご覧いただきますと、佐藤健さんが役作りのために取り組まれたダイエット法を今すぐあなたも取り組むことができるんですよ。それでは早速本題に入ってまいりましょう。佐藤健さんが取り組まれたダイエット法の痩せるポイント、それは腸内環境を整える食べ物を召し上がっていたというところにあるんですよね。もうここすっごく大事なんですよ。あなたの腸内環境が良ければ佐藤健さんと同じように痩せることができるんです。例えば腸内環境が悪いままですと、どんなにあなたが食事制限をこう頑張ったとされても、またきつい運動を頑張ったとしてもですね、長期的に決して痩せることができないからなんです。例えば腸内環境が整うというのはどういうことかと言いますと、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がもうどんどん増えて元気になって育てるという、そういった環境づくりをすることが結果自然と痩せ体質になることができるんですね。なので佐藤健さんもそうですが、あなたも痩せるポイントは腸内環境を整えることなんですよ。では具体的にどのようにその腸内環境を整えることができるのかというポイントはこちら、発酵食品なんですね。理由はこの発酵食品が痩せ菌と呼ばれるその善玉菌をもういっぱいいっぱい含んでくれている食品だからなんです。ですから例えば発酵食品ですから、納豆やキムチやヨーグルト、まあ、ぬか漬けなどなど、こういったものを取られると、こちらまずはその痩せ菌と呼ばれる善玉菌を多く含む発酵食品ですから、そういったものを召し上がることで、まずはあなたの腸内で痩せ菌が増える、そしてまたプラスその腸のですね、動きがすごく良くなるんですね。蠕動運動がやっぱり元気にできないとダメなわけです。なのでこの発酵食品を摂ることでその蠕動運動も良くなるということ、そしてその逆、悪玉菌ですね、デブ菌と呼ばれるその悪い菌の増加を抑えることもこの発酵食品が担ってくれてるんですね。なので痩せるポイントはこの上手に発酵食品を食べていくことということになるんですよ。そこで今から佐藤健さんも取り組んでいらっしゃったこの発酵食品をあなたにもすぐに取り組めるアレンジバージョンでお伝えしてまいりますね。ちょっとこちら見てください。こちらはある1日の佐藤健さんの夕食のメニューなんですね。キムチ、なお豆腐、納豆、ほうれん草です。でもこれすごいですよね。もう完全に糖質はカットです。そしてしっかりと発酵食品とタンパク質を摂っていらっしゃる、もうお野菜もそうですよね。バランスが良いわけです。もう夜ですから。そしてここの赤線がポイント、佐藤健さんはキムチと納豆を一緒にね召し上がっていらっしゃるんですね。もう私ここ大賛成なんです。美腸活の観点からもうここ本当拍手なんですね。もうまずは何が良いかと言いますと、このキムチも納豆も発酵食品なんですね。そして納豆は特に納豆菌ですから、熱や胃酸にすごく強いんですね。そのことで生きたまま腸にやはり届いてくれるというもうパワフルな菌が取れる。でしかもキムチも発酵食品ですし、ここでまたお野菜もしっかり取れますし、代謝を上げるという意味でもキムチおすすめです。で私のおすすめのレシピはこの納豆にもキムチを混ぜて召し上がっていただくと、もうダブルでもう効果アップとなりますので、もうぜひぜひあなたも夕食に納豆キムチをですね召し上がっていただけたらなと思うんですね。私もよく食べます。納豆にキムチを入れてよく食べるんですけども、これはですね本当におすすめなんですよ。ただしちょっとワンポイントアドバイスがありまして、納豆のタレはやはり化学調味料がもういっぱい入ってますから使わないでくださいねっていうことと、キムチもそういった化学調味料が無添加の良いものを選んでいただきたいなと思います。さあこの動画のポイントは、こ
今回佐藤健さんが取り組んでいらっしゃるダイエット法を微腸活の観点からお伝えしました。でポイントは腸内環境を整えることがとっても大事ですよでしたね。でそのためには発酵食品を摂ることがとっても重要なんですよってことで、具体的に何を摂ればよいのかと言いますと、発酵食品とタンパク質もダブルだけで納豆キムチを召し上がってくださいねということでした。さあいかがだったでしょうか。この動画ではこのようにさまざまな腸活法、ダイエット法、健康法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが長期的に健康で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきましても、どんどんご参加くださいね。そして私のこういったお話に対してもっと聞いてみたいなという、ご質問おありの方々はこちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。皆様そちらをご登録後直接お話ししてくださっております。あなたもご必要でしたらおっしゃってくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。